ちゃ、ゆうです、パズドラのお時間です。イエイ。あとはじゃなくて今日は、無課金闇属性縛り長老やっていきたいと思います。はい、今日はですね、もうなんたってね、留学しガチャでしょ。はい、今日の動画といえば、はい、ガチャ石ね、貯めてきたんすよ。購入歴無料配布分50個あります。フェスゲンヒロインがね、見事にね、無料で結構いい引きができたので、このアカウント余ったんですよ。余っただけなんですけど、はい。で、昨日生放送ご参加くださる方、ありがとうございました。本当、楽しかったです。まあ一部ね、ちょっとブラックな面も見せてしまいましたが、まあ、ご愛嬌ということで、はい。それではね、このアカウントのね、狙いはですね、まあ、もちろんね、フェノンもね、欲しいんですけども、完全体制ですかね、これ。これがあれば、今ね、闇属性って結構詐欺リーが多色で輝いてるんで、そのね、毎回、陣をループできたりとかするんで、あんまり耐性はね、そこまで重要じゃないかなと思ってはいるんですけど、まあ欲しいですよね。高級感あるんで、また可愛いんで。といったところで、やっぱり一番欲しいのはこの、ベースのロセさん。僕、ストーリーとか全部やって、もう全部知ってるんですよ。お声とかもお聞きしました。これ、皆さん推しの声優さんやったら、どんなことなってるんでしょうね。僕、伊藤美久さんやったら、えらいことになってますよ。伊藤美久さんのボイスキャラが実装されたら、ほんまに。いや、パズドラでね。はい、まあ、もう、ここぐらいにしときましょう、雑談は。はい、ガチャ引きましょう。無料でね、ロセ出しましょう。とりあえず。まずはロセ出してからですよね。はい。あれ、この前フェスゲンひどいんでね、無料でね、サイリア出たんですよね。トンタッタ。トンタッタっちゃうわ。ロッタやった。トンタッタ、それトンタッタ族や。トンタッタ族って何やったっけ。トンタッタ族って何やったっけな。よし。で、クリア報酬。星6以上確定の方は、ちょっとね、留学集、このアカウント初めてだったんで、さすがにね、毎回コンテ、必死こいてコンテして、クリアして、獲得するのもちょっともったいないんで、ある程度ガチャ引いてから、またその、ダンジョンは動画にしたいなと思ってます。アイキン。この人ね、僕、ちなみに木金がめちゃくちゃ得意でした。てか、一応、ピアノが弾けるんです、僕。はい、すいません。自慢です、はい。それではね、お見せしましたっけ？購入履歴。はい、無料配布分50個です、はい。留学しガチャ。では、参りたいと思います。ちょうどね、5連続弾けるということですが、そんなことはできません。はい。そんなことはできません。はい。一回一回大切に弾いていって、なんぼなんで、噛んじゃった！マジで、このアカウントで、非属性のバレリアちゃん出ちゃう？さて、始めるか。いや、もう、ねえ。私についてこい。いやー、たまらん。ちょっと、声優の方、あまり覚えてないんですけど、いや、普通に武器としても強いし、なんなら可愛いし、普通に。すいません。いや、この調子でね、ダイヤ、はい。マジか、サウンドゲットしちゃった。これ？いやー、ありがたいっすね、これは。これは。いや、でもね、一応、無課金、闇属性縛りっていう形でやらせていただいてるんで、これはね、
ああ、ちょっと光属性縛りのアカウントをフレンドとして出してもいいし、なんなら武器もバチクソ強いんですよね、ほんまに。いやあ、ちょっと待って。この勢い大切に。この勢い大切に。もう、なんならバンドメンバー全員揃えよ。調子乗りすぎましたね。調子乗りすぎましたね。サックス。サックスといえばね、僕、武田鉄矢さんとか、武田真治さん。武田鉄矢さんサックスやったっけ？ちょっとあんま覚えてないんですけど、ちょっとあんま適当なこと言わんとこ。はい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 。よいしょー。おー。これはトロンボーンですかね。シャイニーベルアップ。落ち込んなし。これなんか3割でね、落ち込んなしバッジがない方向けとかにね、たまに。ちゃうわ。ランダンか。ランダンとかでありましたよね。さあ、もう早くもラストとなってしまいましたね。はい。じゃあラスト、気合い入れて、ロセちゃんをお迎えに参りたいと思います。はい。ロセちゃん、いらっしゃいませ。そんなことある？そんなことある？そろそろステージの時間ね。ボイス聞いてなかったな。私たちの歌聞いてください。いやいや、もうこのアカウント闇属性芝居とかがっつりシリーズ化してるけど、イデアル使っていい？ちょ、結果見ていきましょう。はい、はい、結果こんな感じですね。はい。いやー、ドラマーとボーカリスト、いやー、揃っちゃいましたね。ボーカリストに至っては、二人出たんで、ツインボーカルですね。いやいや、でも闇属性のキャラがいないんですよね。まあ、この、ティオロか。テオールじゃないわ。あ、ごめんなさい。ちょっと音が途切れちゃいました。あれ、僕だけかな？ちょっとごめんなさい。ちょっと切れてたら申し訳ないです。いやー、ティオロでクリアするか。うん。ティオロ、なんだかんだいけそうちゃう？これ。でも。はい、はい、はい。ちょっと、交換条件で見ましょうか。ちょっと待って、これ、フェノン、交換、できるんちゃう？ワンチャン。ちょっと待ってくださいね。ちょっとチェックしてきます。はい。はい。感謝祭メダルでね、これ、僕、ヘラーとか、やつ、交換してなかったんですけど、どうせね、ちょっとヘラー交換するつもりだったんですけど、なんとね、ヘラーがね、対象ヘラルナか、ヘラルナ対象になったんですよ。だから、これ、もし、これと、ダンジョンの、竜愛少女、ライブステージクリアすると、もしかしたらフェノンまでゲットできちゃうかもしれないんで、しかもそこへロセがね、闇属性芝居のアカウントで出てくれたらね、もう、まんじゅう。僕、昨日までだと思ってたんですけど、あと、まだあるんですね。まだあと2日あるんで、ぶっ壊してあげるで、まんじゅうクリアできる夢もあるんじゃないかなと、ちょっと思っております。はい。本日は以上となります。はい。ここまでご視聴くださりありがとうございました。ほぼほぼ、なんか僕喋ってばっかりやったような気がするにしますけど、はい。楽しんでいただけたら幸いでございます。皆さんこんなキャラ出たよとか、ご報告、コメントお待ちしております。あと、概要欄に Twitter や、何やったっけ。まあ、いろいろ貼ってあるんで、はい。いつも忘れるな、これ。貼ってあるんで、チェックするだけでもいいんでね。概要欄よろしくお願いします。あ、大事なこと忘れた。ぜひ、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いしますね。はい。本当によろしくお願いします。それでは、また次回お会いしましょう。バイバイ。